体験談を書きます。友人 H が自殺をした時の話。高校時代からの中で、すごくいいやつだった。明るくて楽しいことも言えて、女子には人気がなかったが、男子には絶大なる人気を持ってるやつだった。高校卒業後に俺は東京の大学に行き、彼は地元の大学へ通ったため別々になり、連絡もあまり取らなくなった。大学卒業後、俺は東京で就職をしたが、彼は引きこもりになった。彼が一切笑わなくなっていたことを、彼の葬式の時に彼の父親に聞いて、俺と友人たちは驚いた。大学で何かあったのか聞くと、3年生になったあたりから、だんだんと引きこもり始めたとのことだった。葬式には彼の大学時代の友人も来ていたため、俺や友人たちは彼らにいろいろ尋ねてみたが、彼らもわからなかった。ただ、3年生の9月になってから、彼らをも避けるようになったという。いろいろ情報を集めていると、彼が大学の2年生の2月頃に両親が別居し、彼の母親が家を買い、彼と2人で住むことになったらしい。ただ、これが原因とも思えなかった。彼の両親の不仲は、彼が高校時代から嘆いていたし、本人が、早く離婚しないかなとさえ言っていたのだから。それから3年が経ったある日、友人の S から電話があった。あのさ、すっごい変なこと言うけど、信じてくれ。と、かなり神妙な感じで話を切り出す。あのね、H から着信があった。冗談にも程がある。H が死んでもうすでに3年。お前、バカにすんなよ。さすがに怒って言う。だけど S は、いや、いや、3年経ってるから、携帯は解約してるはずだよね。と涙声。昨日、久しぶりに G と会って飲みに行ったのよ。そしたら、23時頃に携帯が鳴って、見てみたら H から着信って。S は H の携帯番号を残しておこうと思い、削除していなかったらしい。もちろん俺も残してた。ただ、それでも信じられなかった。お前かけ直してみたか?と聞いてみた。うん。2回かけ直したけど、不思議なことに2回とも繋がった。この時はかなり背筋がゾッとした。え?繋がった?ってことは、誰か出たってこと?いや、いや。と、S は泣き始めた。何が起きたかわからなかったため。何?どうした?おい?と呼びかけることしかできなかった。お前さ、マジで信じてくれるかわからないけど。G も次に電話してみたから知ってるよ。お前も確認してくれたらわかるけど。と、話を続けない。だからなんだよ。何があったのか言えよ。と、少々声を荒げて言う。聞かなきゃよかった。その後。お前も H の携帯に電話してみろ。嘘かどうかはすぐわかる。と、S はそれだけ言って電話を切った。俺は怖くて電話できなかった。聞かなきゃよかった、と思った。なぜ聞かなきゃよかったかというと、その夜電話が鳴ったから。着信は H の携帯から。H は3年前に自殺してる。棺の中でのお別れもした。彼の母親が泣き狂いながら。H、起きなさい。まだ、間に合うから。と叫んでたのを思い出した。その時にふと思った。もしかしたらこれは、彼の母親が、子供が死んだことが悲しくて、受け止められずにやってることなのでは?と。2回目の着信が鳴った時に、俺は思い切って出てみた。もしもし ?H のおばちゃん?と、少し震えるような声で言うと、電話口で。違うよ。と、H の声で言われて切られた。ゾクッとした。低い男の声で、しかも H の声で返事があったから。意味がさっぱりわからなかった。H は死んだはず。じゃあ、今のは誰だ?なんで俺らの電話番号を知ってるのか。なぜ彼の携帯からの着信履歴が残ってるのか。30分近く震えながら考えたが、答えは出てこない。こっちから電話をしたいが、S の話が忘れられず躊躇してしまう。ただ、このままだと拉致が開かない。結局電話をすることに。手は震え、心臓はドキドキしていた。
部屋中の電気をつけて、襖やドア、部屋のカーテンを閉めて、着信履歴から H の携帯に電話をしてみた。やっぱりするべきじゃなかった。受話器から聞こえるコールの音。1回、2回、3回。心臓がバクバクする。5回、6回、7回。留守番電話に切り替わる。その瞬間。今から死にます。と、H の声が流れ始める。今から死にます。全部の音を残しておくよ。お前を呪ってやるから。呪ってやるからなぁ。がぁ。すぐに電話を切って放り投げた。S の言ったことは本当だった。電話したら、H の声で。死ぬ前に撮ったっぽいのが、留守電のボイスに入ってた。すぐに S に電話した。夜中だったが怖くて、怖すぎて、他人の迷惑とかに気が回らなかった。S は寝てたらしいが、H の携帯から着信があったこと、誰か出たこと、電話したら同じように声が流れたことを説明したら、S は、どういうことなんだよ。とぽつりと言い、その後は落ち着くまで付き合ってくれた。しかし、恐怖はまだ続いた。なあ、S、お前はどういうことだと思う？俺は最初 H の母親が、欲しいと思ってたんだけど、どうも、やばい。キャッチが入った。怖くて誰からか見れない。おい、罰。むしろ、俺と話しとけ。と S が言うので、そのまま話を続ける。が、手から汗が吹き出てくる。耳下にある携帯がすごく異質なものに感じて、今すぐ投げ出したい。プ、プ、とキャッチの音は続く。数秒後、やっとキャッチの音が終わった。すぐに電話を自分から話したかった俺は、S に断りを入れ電話を切り、投げて、部屋のテレビをつけ、DVD に撮っていたお笑いを入れて、見続けていた。朝まで起きており、会社に行く気になれずに、上司に電話しようと携帯を取ると、着信履歴14件。すべて H の携帯から。最後の1件には留守電が入っていた。朝になっていたためか、少し強気になってきていた俺は、それを聞いてみた。お前じゃないか。お前か？はは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 。一気に寒気が来た。はははは、の笑い方が、H の笑い方にそっくりだったから。すぐに S に連絡し、H の家に行ってほしいと言うと、他の友人と G も一緒に行って確認してくれる、とのことだったので、お願いをして連絡を待った。夕方の4時頃電話が鳴った。S の話をまとめると、昼過ぎに S と G と M は H の家に行くが、誰も出ない。M が H の大学時代の友人と知り合いだったため、連絡を取り、母親の家の住所を聞き向かうことへ。しかし、母親の家の住所にあるのは、ツタがぐるぐる巻きになっており、見た目はボロボロに。買ってまだ10年も経ってないはずだが、手入れも全くされていない様子で、ガラスが割れている窓さえある。人が住んでる様子には見えなかったらしい。S が何度かチャイムを押すも、音は出てない様子だったので、玄関を何度か叩き、高校時代の呼び方で、H のおばちゃん、S です。いませんか？と呼びかけるも出てこない。ダメかと思い帰ろうとした瞬間に、S に電話が。着信は H から。かなり恐怖を感じたらしく、逃げようとした瞬間に、割れている窓から目が見えた。S は怖さから逃げようとしたが、腰を抜かしたらしい。しかし、霊などに全く恐怖を感じない M は、いるなら出てきてください。警察呼びますよ。これは犯罪ですよ。という。見ていた人物はすぐに奥に。その後 S の携帯に再度電話が。ここで M は、S にしか電話してこないのは、先ほどの人物が、S の呼びかけで S の名前しか確認できなかったのではないか、と思い、ドアを開けて。おい、いい加減に出てこい。H に対しても侮辱になるだろうが。と叫んだらしい。そうすると、奥から携帯を持った H が出てきたので、さすがに驚いたらしい。でも、H だと思っていたのは H の弟で、泣きながら、お前らが兄貴もおかんも殺したんだ。と殴りかかってきたらしい。G がすぐに取り押さえて話を聞いたところ、
H の母親は H が死んだことを受け入れられずに、携帯などは解約しておらず、お金を払い続けていたらしい。H は自殺する際に、遺書の代わりに MP3 レコーダーに声を残しており、それを母親が見つけてしまい、毎日仕事にも行かず聞いて、最終的に気が狂い、同じ部屋で自殺したらしい。弟は母親の遺書に、H は誰かを恨んで死んでいった。それを見つけれなかったのが悔しい。と書かれていたのを見て、MP3 から音源を取り、携帯の留守電のボイスに変えて、全員に電話をかけるつもりだったらしい。数人目にかけた俺が、電話に出て、H のおばちゃん、と言ったため、なぜこの電話が母と思ったのかと疑い、兄の恨みの相手は俺に違いないと思い、何度も電話をしたらしい。S が、俺は高校以後、あまり会えなくなっていた。胸を伝えると、理解してもらえたらしく、S と M と G が必死に、このようなことはしないように、と説得し、なんとか分かってもらったとのことだった。ただ、弟は S たちが来た時はずっと2階から様子を見ていたので、下には誰もいなかったとのこと。S たちが、誰かいたよ。俺ら見てたよ。と言うと、H の弟は涙を流しながら、お祓いしてもらって、もう2人とも成仏してもらいます。と、大泣きしたとのこと。S たちもかなりの恐怖だったらしく、M でさえも何度も H の弟に聞いてたらしい。結局 H の自殺の原因は不明ですが、今まで生きてきた中で一番の恐怖体験だったので、書いてみました。弟くんは現在 S と大の仲良しになっており、一緒によく遊んでます。俺にも一応、すぐに謝罪の電話をしてきました。もちろん許しました。現在弟くんは、母の家をお払いプラスリフォームして、一人で住んでいます。彼はもともとは父方の家で暮らしてたようですが、父親の許しもあり、そうすることになったようです。H の自殺については、真相を知ろうとは思ってません。これは、弟くんも同意してくれています。彼がそれまでに調べてたことによると、いじめが原因ではなさそうなのと、H が精神的に病んでいたことを教えてくれました。そこで、これ以上蒸し返すのや、本人が望む望まないに関係なく、他人を巻き込むのはやめよう、ということになりました。H が死ぬ2週間前に、S に送ったメールで、今度また、みんなで飲みに行こうぜ。との内容を見た弟くんが、兄は S さんたちを恨むはずがないです。と納得。S が、お前の兄ちゃんは人を恨む奴じゃない。と言うと、大泣きしてたそうです。弟くんは、G や M や俺とも飲みに行ったりするようにはなりましたが、未だに誰も弟くんの家には行ってません。怖いプラス悲しい思いがするのが、原因ですね。